A のヒントをわかりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。会社には良きにつけ悪きにつけ社風とかね企業文化があります。これ目に見えませんからね、これを改革するっていうのは至難なんです。そこで今日は社風文化雰囲気を変える方法をわかりやすく解説します。企業の文化とか社風を変えるには3つの方法があります。まず1つ目。 人並み以上に行動力のある若い人に活躍してもらう方法。二つ目、既存の価値観からはみ出ている奇想天外なアイデアを生み出す人に活躍してもらう方法。最後、三つ目、全く異なる業界で働いていた人から批判的な立場で活躍してもらう方法。企業の文化とか社風を変えるにはこの三つを組み合わせるということなんですね。 ですが、これ以上に大切なものがあるんです。それが、社長の改革への情熱と継続力。これなくして、社風とかね、企業文化の改革は難しいんです。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。下の概要欄に、メルマガ社長の大学の登録の URL を記載しておきました。メルマガの登録もよろしくお願いいたします。